中学受験ってどうなってんの？さあ、わからんね。中国人がこの前、ね、その飲み会の時に私なんか南京出身の人らしいんだけど、私はそのなんか北京ダックみたいなその顔屋っていうの、北京ダックのこと顔屋って言うんだけど、その顔屋ってそのアヒルとか横屋焼いたやつの白いやつが好きだったって、白いその顔屋が好きなんだけど日本にないとか言って嘆いてた。日本にないんですよ、まあね、見たことで白いのが好きなんですけど、まあ白い顔屋が美味しいんだって。北京ダックはベイジン顔屋。